若手はもう競争が始まってる、うん、あもうこの紅白戦、もう紅白戦から始まってる。ビッグダディのたけしが決めるぜベイビーとは。はい、皆さんこんにちは、山崎たけしです。こんにちは、松下凪です。はい、というわけで今回はですね、はい、キャンプもいよいよ実践形式に入ってくる、うん、ということで、実践形式といってもシートバッティング、うん、そして紅白戦、そして練習試合、そしてオープン戦などがあると思うんですけれども、はい、そこで本日は野球通ならここを見ろそれぞれの実践形式の目的についてたけしさんにちょっと聞いていきたいなと。私もまだまだ野球についての知識が浅いので、たけしさんにちょっと教えていただこうと思いました。そうですか、はい、そうですね、まあ、ここ最近のこのプロ野球の主流のキャンプって実戦ばっかりなの、うん、もう試合試合試合、うん、紅白戦やってシートバッティングちょろっとやって、紅白戦1試合か2試合やってもう対外試合って言って、うん、あの練習試合ですよね。オープン戦って言われることはあるんだけども、オープン戦の前に練習試合っていうのがね今組まれてるんだけど、まあ、昔とこうね比べちゃいけないかもしれないけども、僕らの時は2月のね20日過ぎはまではね対外試合なんてなかった。あ、そうなんですね、うん、だいたいやっぱりねそのバッティングを振り込んでとか、チームのそのフォーメーション合わせとか、うん、そういうことに時間を費やしてたんだけども、今のねキャンプ見てるとね、うん、あんまりねこう何振り込みとかそういうのが少なくなって、うん、どうなのかなって、まあこれも時代なのかな。でもね、あのいい成績上げる選手もたくさんいるので、うん、やっぱりこう時代に応じてキャンプのやり方も変わったなというのが印象かな、うんうん、でまあ今日のねそのお題でシートバッティングっていうのを、はい、じゃあ何でするのっていうことなんですけども、うん、まあ、本来シートバッティングって何か、なにちゃん分かる？そこを教えてください。分かんない、本当に野球何も知らないなまあね、そこからシートバッティングっていうのは、はい、まあ、あのピッチャーがもうマウンドに立ってゲーム形式で、うん、まあ、バッターが打つっていうことなんだけども、うん、一番初めの触りのシートバッティングっていうのは、うん、基本的にはほぼ球種を教えてくれます。まっすぐ投げるよとか変化球投げるよって、うん、いうふうに球種を教えてもらってやることが多いです、はい、まあ、でもこれは限定的に若い選手はもうガチで初めからやるのね、うん、で僕らベテランだった時は、ベテランの時はまだちょっと怖いからちょっと球種を教えてくれって言って打ってから調整するっていうことなんだけども、まあ、より実戦のボール野手が打つっていうのがこれ一つの目的、はい、そしてもう一つが、じゃあピッチャーはじゃあなんで投げるのっていうことなんだけども、うん、ピッチャーもキャンプで何十人とね、うん、2軍から来てて、紅白戦練習試合オープン戦で結果を残して1軍残らなきゃいけないための準備だよね、うん、対バッターとのその間合いというか、うん、そのピッチャーが立った時にね、うん、1対1で戦った時のこの見方とかそういうものも確認してやっていく作業なんですよね、うんうん、だからバッターにもそういう理由があるし、はい、ピッチャーにもそうやってね、うん、あのどん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 実戦で投げられるように調整するためのこれ練習なんですよね。なるほど、うん、であとよくやるのがカウントを0-0からじゃなくて1ボール1ストライクからやるっていうのが多い、うん、これはやはりピッチャーの球数があるから、はい、そういうやり方をどこのチームもやってるんじゃないかな。なるほど、うん、それがシートバッティング。そうですね、はい、積極的に行こうとか、はい、ね、そういう部分に関していろんなことをやる場だと思うんですけども、うん、でもね若手はもう競争が始まってる、うん、あもうこの紅白戦、もう紅白戦から始まってる、うん、やっぱりそうやって監督首脳陣もね、うん、見ちゃうんだよね。あこいつちょっとやっぱりボール変化球に対する対応がちょっといまいちだな、あちょっとディフェンスまだまだ経験が足りないなとか、まあ、そういう部分ではもう首脳陣がしっかりね、うん、手帳で見て、あこの選手はこうだああだって言ってね、意外ともう仕分けされてきてるよね。じゃあその紅白戦で結構その仕分けがちょっと、まあ、そこで例えばバカバカバカっとね打たれたって言ってもそこでダメっていうことじゃなくて、でもある程度こういうふうにオープン戦とか練習試合の組み方でこの選手を使おう、このピッチャーを先発にしようっていうのは紅白戦の内容を見て決めていくだろうね。 あとはやっぱり期待されるピッチャーっていうのはいるからね、はいはいはい、だからもう紅白戦に関しては、うん、もう首脳陣のこう仕分ける材料だよね、うん、あ、うん、それを見極めるため、そう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 、
まあ、あとはやっぱり試合だから、ね、試合の動きを選手はねどん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 こう慣れていって、はい、覚えていくっていう、まあ、作業になるだろうね。うん、そこが注目ポイント、後半戦の目的、ね、はい、ということなんですね、はい、そして続いてが練習試合となるんですけど、後半戦も練習試合も一緒じゃんと思うでしょ、うん、はい、基本的には一緒なんですよ、うん、だけど何が違うかって言ったら、大好きな野球の話をお届けするため山崎たけしチャンネル始めました。ぜひ見てください、登録してね。